放課後の校舎に現れる不思議な紙芝居。今日はどんな世界を見せてくれるのでしょうか。夏の始まり。あれは梅雨が終わり、セミが鳴き始めた3年前の初夏の頃でした。私はちょうどその頃、業務拡大のため、新しい事務所を借り、引っ越しを済ませ、忙しくしていました。その新しい事務所は、5階建てのビルで、私はそのビルの2階の部屋を借りていました。数日経った頃、アルバイトの女の子が、私一人の時にドアが開いて、誰か来たと思って廊下を見たんですが、誰もいませんでした。なんてことを言い出しました。事務所のドアは開くと、チリンチリンと音がするのですが、それが鳴っても誰もいない。そして気のせいかと作業に戻ってしばらくすると、廊下の先にある給湯室の冷蔵庫の開く音がする。なんだか怖いですけど、昼間なので大丈夫です。アルバイトの女の子は言いました。それから数ヶ月後、私は夜中に事務所に行く用事ができ、昼間の雑踏などない静寂に包まれた真っ暗なビルの玄関の鍵を開けました。玄関はガラス扉の上下に鍵がついているタイプで、下の鍵だけを閉めるというのがこのビルのルールでした。私は玄関、階段、廊下とすべての電気をつけ、2階の事務所に行き、作業を済ませました。その時なぜか屋上からの夜景は綺麗かもなんて思い、エレベーターで5階へ行き、そこからもう1回階段を上がって屋上へ出ました。とても綺麗な夜景で、ここでバーベキューとか楽しそうだなと考えながらタバコを吸っていました。数分経った時、チーンとエレベーターが開く音がしました。あれ、電気つけっぱなしだったから警備の人が来ちゃったのかなと思って見に行くと、誰もいません。私はアルバイトの女の子が言っていたことを思い出し、怖くなったので帰ろうと思い、エレベーターでまず2階の事務所へ行って、廊下の電気を消し、そこから階段を降りて1階へ行きました。階段横のエレベーターを見ると、今エレベーターがいる階数を示す5のランプが光っていました。え？自分は2階までエレベーターで降りてきた。2が光ってないとおかしいのに。このビルのルールで、
エレベーターを使用した際は、1階へ下げておくのが決まりでした。私は怖いながらも、次に使う人のために、と、上のボタンを押しました。そして、階段の電気を消したとき、上の方から、と、ハイヒールで階段を駆け下りる音が聞こえてきました。あ、やばい、来る!と思って、即玄関へ。玄関の電気を消し、外へ出てしゃがんで、玄関の扉の下の鍵をかけました。たったこれだけの動作。しかし、慌てていて、なかなか鍵がかけれず、やっとの思いで、カチッと、鍵をかけた、その時。ガラスのドアの向こうに、ハイヒールを履いた足が2本。タッという音がしゃがんでる私の頭上から鳴りました。音の方を見る。見なければどれだけ幸せだっただろう。そこには、ガラスドアに両手をつき、私をじーっと見て、能面みたいな顔で笑う女性の顔がありました。その日は、それからすぐに帰り、次の日、ビルのオーナーさんに聞いてみました。オーナーさんはこんなことを教えてくれました。多分、ここの5階に入っていた事務所の女性だと思う。よく失敗をする子で、怒られてばかりで、屋上で泣いていたらしい。二階の階段の踊り場の電気にロープをかけて首吊り自殺をしたと。私は今もそのビルを借りていますし、夜中にもよく行きますが、そんな体験をしたのはこの日だけでした。